い、皆さんこんにちは。クローカルの松田です。今日はですね、国際協力業界でスポーツ領域で活動されている岸さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。岸さんの出身と、あと簡単なご経歴をお伺いしてもよろしいですか？岸匠と申します。はい、今は一般社団法人 A ゴールという団体で代表を務めております。もともとケニアで、JICA の海外協力隊として活動をしていました。はい、ありがとうございます。国際協力になぜ興味を持ったかっていうところからちょっとお聞きしたいんですけれども、はい、国際協力に興味を持ったのは大学の時ですね。大学の私が所属していたゼミの先生が JICA 海外協力隊の経験者だったっていうのが、はい、この方はもともとバヌアツ、南太平洋の小さい島国なんですけど、バヌアツでサッカーの監督、サッカー隊員として活動していた方で、じゃあもう大学生の時はどちらかというとスポーツの専攻されてらっしゃったっていうような形なんですかね。でも実は私法学部で、はい、はい、まあ、ただ、中央大学だったんですけれども、はい、中央大学ってこう学部連携で、はい、同じテーマについて学べるみたいなゼミがありまして、でそこからスポーツを通した国際協力だったりとか、はい、スポーツを通した地域開発みたいなところに勉強したっていうところがあります。そうなんですね。ちなみに岸さんはスポーツは何されてらっしゃったんですか？私ずっとサッカーをやってます。今でもやってます。そうなんですね、はい、その先生と親和性は高いですね。大学時代に実際に、はい、バヌアツに行ってみまして。そうなんですね、はい、現地のエパオ村っていう村に、はい、ホームステイをしてたんですけれども、はいはい、ちなみにバヌアツに行かれたのはどれぐらいの期間行かれてらっしゃったんですか？1回に行ったのは1ヶ月ぐらいとか、うんうんうん、はい、短い時は2週間ぐらい滞在中に村のサッカー大会があって、はい、で日本でもサッカーやってんだっていうのと、はい、日本でも大学でサッカーの審判を結構真面目にやっていまして、はい、村の大会でお前も審判やってもらえないかみたいなことを言われてそこで現地の人たちとかなりこう仲良くなったのが面白さのスタートかなって思います。で驚いたのが、はい、実際試合やってみるとローカルのルールでやっていて、はい、例えばサッカー知ってる方だったら分かると思うんですけども、はい、審判が壁の枚数を決めたりとか、はい、フリーキックの時に、はいはい、このフリーキックは3人立ちなさいとかって審判が決めたりとか。そんな決められる権限あるんでしたっけ？いや、ないですね。その国際ルールとか標準のルールを知る機会があんまりない。ああ、そういうことか。はい、で村にはもともとテレビも一つしかなかったりとか、うんうんうん、それこそワールドカップ予選にはバヌアツも出てますけど、サッカーを見れる機会なんて、はいはい、すごい限られていたりとかいうところが、ね、なるほどですね。これめちゃくちゃ面白いですね。はい、もうだからバヌアツ自体のローカルルールがあって、うんうんうん、それに従ってサッカーをやるみたいな。あ、そうですね。ちなみに人数は変わってないですか？人数は11人で、はい、変わってなかったですね。はい、そこはやっぱ変えない。はいはい国際協力は面白いなって感じて、はい、うん、次何かアクションしたのってありますか？まあ、でも私大学卒業して国際協力に行くか他のことをするかっていうことを考えて、でその時は一回民間企業に就職をしました。あ、そうなんですね。はい、でそこで民間企業では どういったことをされてらっしゃったんですか？公文式って学習塾、うんうん、はい、はいはいはい、のエリアマネージャーとして、はい、実際そこでどういったことをされてらっしゃったんですか？釧路の事務局管轄に30、40ぐらい の、 教室がありまして、うん、こう回りながら、うん、フランチャイズの先生たち の、はい、悩み相談を受けたりとか、と言っても先生たちすごいベテランの先生ばかりなんで、はい、いろいろ、はい、まあ、お手伝いというかをしてたっていう感じですね。なるほど、はい、その時に公文式で働かれてた時って、はい、実際国際協力のことは忘れてました？忘れてなかったですか？まあ、忘れられなかったっていうか、うんうん、やっぱり世界に出て仕事もしてみたいし、はい、いろんな国の人とも関わってみたいなっていうのはすごく大きくて、はい、まあ、それで会社を辞めて大学院に一回戻り、うんうん、で大学院で勉強しながら休学して協力隊、はい、大学院行かれたのは専攻は同じく法学部とかなんですか？その時は総合政策研究科っていうところに入りまして、スポーツでの地域開発を学びたいっていうのがありましたね。地域はどこを専攻しようとされてたんですか？JICA で派遣されるところですか？そうですね、はい、それこそ大学時代にバヌアツに行っていたので、はい、その南のミクロネシアとか、はい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 、あるいはそのサッカー、はい、あるいはスポーツでそのコミュニティ開発みたいなことができる案件がボリビアだったりとか、はいはい、でそっちを応募してました。あ、そうなんですね、はい、業種は青少年活動ですね。そうなんですね、青少年活動、はい、やっぱスポーツと絡むのは、JICA の中では青少年活動が協力隊としては多いかなって気がします。合格通知が来て、はい、国はどこになったんですか？国はケニアになりました、はい、しかも、まあ、ケニアでびっくりなんですけど、はい、ケニア以上に私の配属先が、はい、
あのケニアの自動鑑別所みたいなところで、はい、もうそれを見た時はちょっと頭が白くなりました、ね、そこでは具体的にどういうことをやるっていう要請だったんですか？10歳から18歳の子どもたちがいる施設で、はい、彼らに勉強を教えたりとか、うんうん、まあ、そこにちょっとスポーツっていうのも入ってきて、あのスポーツを教えてとか、はい、対象はどんな方がいらっしゃったんですか？その施設はあの10歳から18歳のいろんな理由であの警察に保護されたりとか、うん、あの捕まった子どもたちがいました、はい、例えばあの家が貧しくて食べるものが欲しくて窃盗に入ってしまった子どもとか、はい、あるいはあの家出をしてきた女の子たちとか、はい、まあ、道で物乞いをしていて警察に保護された子どもとか、すごくいろんなあの子どもたちがいましたね。どういうふうに接するかとかもすごく考えられると思うんですけど、はい、どういうふうにしようとかって何かあったんですか？いや本当私も行ってみて何をしようかなっていう感じでしたし、はい、ジャイカあるあるかと思うんですけど、はい、行ってみたらいろんなものがない想定していたものがないっていう、はい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 、勉強を教えるにしても勉強道具がないとか、はい、スポーツを教えるにしてもスポーツ用具がないとか、まあ、何より同僚たちのやる気がないっていうところが一番大きくて、はい、具体的に何もない状況で、まあ、自分から、まあ、ゼロからちょっと構築していくような形だと思うんですけど、はい、どういうアプローチでどういうことされてらっしゃったんですか？あの私はもともと日本で、はい、あの蜘蛛式の職員として働いていた経験があったので、うん、自分でプリント教材を作って、はい、あのそれぞれの子どもたちにあのプリントで個別の学習をさせるっていうところからスタートします。生徒さん側の印象というか、それこそ行く前はどんな子たちと出会うんだろうかとか、うんうん、ちょっとこう警察に捕まった子たちとか、はいはい、いろんな経歴の子たちにビビっていた部分があったんですけど、行ってみるとすごい素直だし、うんうん、私が言ったことに対しての反応とかもそれこそ日本の子どもたちより良かったりするし、そうなんですね、はい、すごくやりやすかったのはあるかなっていうふうに思いますね、はい、うんうんうん、ちょっと話変えていきたいなと思ってるんですけど、はい、ケニアでの1日の生活っていうところもちょっとお聞きしてみたいなと思ってまして、はい、まず、まあ、6時7時ぐらいに起きて、はい、結構広い家に住んでいて、あ、そうなんですね、はい、まあ、ジャイカなんで割とあの安全面の確保された、はいはいはい、あの鉄格子に囲まれてるような家に住んでいまして、はい、でそこから、はい、あの職場は歩くと20分ぐらいあったところ、あ、そうなんですね、はい、結構遠いんですね。そうですね、で現地で自転車買って、はい、で毎日自転車で通ってたんですけど、まあ、途中で屋台みたいなところで、はい、あの朝ごはんを食べて、はい、職場に行き、で職場に行ったらまずは同僚たちとお茶を飲むところからスタートして、はい、子どもたちほっといて世間話が始まるんですけどでそろそろ勉強始めるかなみたいな感じで、はい、本当に年齢層のさまざまな子たちがいるので、うん、まあ、それぞれ の子どもに合わせたプリントをやらせたりとか、うんうん、3時ぐらい4時ぐらいまでですかね、うんうんうん、でその後地域のサッカークラブに、はい、まあ、お手伝いをしていて、うんうんうん、でそのサッカーの活動に参加して、はい、まあ、夕方になって家帰るみたいな感じですかね。そうなんですね、はい、ちなみにあのその大きい家は電気とか水道とかって通ってました？たまに止まりますけど基本的には通ってました、ね、はい、あ、すごいですね、すごくいい暮らしです通ってなかったですか？あの通ってた時もあったんですけど、はい、基本的に水はなくて、あ、電気もやっぱ、はい、結構頻度高く停電するみたいな感じでしたね。実際生徒さんって何名ぐらいいらっしゃいました？あの私の施設その鑑別所だと裁判所に行って裁判の結果によってさみだれ式に出ていったりするので、うんうん、まあ、少ない時は20人ぐらいだし多い時は50人ぐらいっていう差がありましたね、はい、そこって結構入れ替わりが激しかったりするんですか？あ、そうですね、なのでこれ難しいですね、はい、なのでこうさよならも言わずに別れてしまうというか、はい、次の日行ってみたら、はい、あの子もう家帰ったよみたいなのがあの少年院に送られたよみたいなケースは結構ありましたね。そうなんですね。実際犯罪を犯しちゃったっていうことが裁判所に行きます。裁判所に行った後鑑別所っていうところに一時的に入って、うん、そこからもうお家に帰る場合もあるのか少年院に行ったりとかっていうケースがあるってことですね。そうですね、だから鑑別所っていう言葉が正しいのか分かんないですけど、まあ、一時保護所的な感じで。ちなみにそこにいらっしゃる生徒さんってどういう感情で岸さんと最初コミュニケーション取られる感じなんですかね？2パターンあって、うん、1つはすごく好奇心を持って接してくれる子どもたち、はい、うんうん、でもう1つはもうなんかあんまりもう社会とは私関わりたくありませんみたいな子どもたちもやっぱり中にはいて、はい、うんうんうん、そうするとちょっとコミュニケーションが難しかったりとか。なるほど。いう子どもも中にはいましたね。はい、ありがとうございます。ちょっとじゃ あの次からはあの岸さんが
あのケニアでの2年間をどう考えられていて、はい、で次のキャリアっていうのをどういうふうに進められたのかっていうところをお聞きできればなというふうに思っております。はい、じゃあ一旦この動画は止めさせていただきます。ありがとうございました。